皆さんこんにちは。個別指導塾キャッセー塾長の小林です。田村です。はい、今日はですね、逆転合格の中でもいわゆる超進学校に通っていなかったけれども東大や京大に逆転合格する実態はあるのかについてお話をしていきたいというふうに思います。はい、で一般的にはやっぱり今から見せますけど東大合格者ランキング見てね、まあ奈良とか開成とか筑摩とかね、こう並んでいるわけじゃないですか、大分とか。ただですね、雑誌とか見るとですね、東大に1名以上合格しているっていうのが全部見られたりするわけですよ。そうですね。で今回は、週刊朝日さん、そうですね、はい、の、記事を参考にさせていただいて、東大もしくは京大の合格者数を、1名2名3名いずれか出している高校さんにをピックアップして、偏差値をチェックさせていただきました。はい、その中で比較的ね、そのまあ高校受験時点の偏差値ではそこまで高くないよっていう高校を、今回ね紹介をしていきたいと思います。だから実際にまあだから企画になってるということはいるわけですよね。そうですね、はい、なのでそういうところをぜひチェックしてください。で一応、ちょっと全部の高校を見るのがしんどかったので、はい、そのまあ合格者数1から3名までのゾーンを田村さんが調べてきてくれましたので、実は4名以上合格している高校にもこういう事例があるかもしれません。はい、それは皆さんご自身で調べてみてください。はい、では早速東大合格者数全体像とトップ10高校リストから見ていきたいんですが、はい、トップ10高校リストこのようになってますね。ちょっと、この動画見ていただいている皆さんなら結構おなじみの顔ぶれが並んでるかなっていう印象ですね。うん、はい、偏差値としてはやっぱ70後半ぐらい、半ばから後半ぐらいで、関東にある高校が多いかなっていう印象ですね。そうですね。この偏差値は民校さんの偏差値ですか？そうですね。ちなみにこちら米印ついているものは、中学受験の偏差値なので、中学受験の時の偏差値と高校受験の偏差値の差が、10あるっていうことを仮定すると、どれも70半ばは超えてるかなっていう印象を持ちますね。そうですね。はい、はい、ではここから本題の表題にもある下克上の調査について見ていきたいんですが、まず合格者数1から3名輩出している高校がどのぐらいの偏差値帯にいるのか、今回分布も含めて調査してきたのでこちらの表ですね、ご覧ください。こちらご覧いただきますと、ボリュームゾーンから60から69にある高校で、数として134校、割合としては 65% ですね。で次に多いのが70以上の高校ですね。これは割合としては 26% なので、偏差値が60以上の高校が9割を占めると、至極当たり前な結果になったかなという印象ですね。そうですね。はい、あとは4名以上だともっと多分70以上のね、学校が多くなるのと、そもそも偏差値って、ある程度こう正規分布するということになっているので、偏差値70以上の高校の数自体が少ないので、やっぱボリュームは本当は内側に寄ってくるんだけど、あまり寄り切らずやっぱ60以上の高校が多いというのが実態ところですね。はい、でこちら、注目していただきたいのは、その下で50から59のところ、私は49以下のところなんですが、こちら50のから59のところは18校で 8%、 49以下は1校なので、ちょっと数字上 0% になっているんですが 0. 何%あるかと、そういったここについて今回ちょっと見ていきたいと思います。はい、はい、では注目の下克上トップ3なんですが、まず3番目に関してはこれ紅葉高校というところですね。で広島にある高校で偏差値は53、東大合格者数としては2人になっていました。なるほど。はい、で続いて2位なんですが、こちら会津学法高校ですね。ほう、はい、福島にある高校で偏差値は52、東大合格者数は2名です。で気になるナンバーワンなんですが、これ桜ヶ丘高校っていう三重県にある高校で、これ偏差値なんと44ですね。で東大合格者数は2名になっています。なるほど。はい、どれも残念ながらすみません、あまりね知識なくて申し訳ないんですけど、はい、そうですね、はい、特にこの偏差値44っていうのはやはり一般的な認識で言うと、短大だったりとか、就職もしくはボーダーフリーの大学に行くっていう方が過半数を占めるということを踏まえると、これはこの数字的には下克上と言ってもいいんじゃないでしょうか。はい、でちなみにこの桜ヶ高校ですね、環境どんな高校だったのかとちょっとコメントを参考程度に拾ってきたので共有します。はい、どっからですか？これは民校のコメントですね。はい、でこちら賞賛もあるんですが、ちょっと厳しめなコメントもありますね。例えば入学するなら覚悟を持ってだったり、悪い意味での社会の縮図などと、ちょっと下克上やっぱしないとなかなか厳しいんじゃないかなっていう環境を持ってるんじゃないかなって印象ですね。なるほどね。ちょっとネガティブなご意見もあったということですかね。はい、ではこの下克上できた理由について考察していきたいんですけれども、こちら検出論から言いますと、偏差値以上の学力を持つ秀才の存在かなという印象ですね。というのもこちらの高校ですね、どれも地方にある、ということもあって、やっぱり家が遠いなどと地理的な理由で、通えないというのがあると思うんですね。なのでもしかしたら自分の持っている実力の高校には通えず、
ちょっと実力よりもちょっと下の高校に進学したという背景があったのかなという印象です、うん。まあ、例えばこの会津の学法高校ですね、このについて見ていくと、これ会津っていうのは実はちょっと福島県の中にありまして、うんうん、結構主要都市でもある福島市だったり郡山市まで遠いんですね。なるほどね、はい。で福島市とか郡山市には進学校あるんですけれども、まあ、そこにどうしても通えない人がいるのかなっていうので、こういった結果になったのかなという印象ですね。なるほど。ちょっとリストランク外にはなってしまったんですが、まあ、熊本県にある一葉高等学校ですね、こちらもあの通信制高校なので、結構まあ受験通信高校制高校というのはちょっと残念ながらちょっと厳しいということを踏まえると、ここもあの合格者2名輩出しているので、ちょっと逆転合格に入るんじゃないかなという印象を持ちました、うん。そうですね、はいはい。では続いて京大の合格者について見ていきたいんですが、まず全体像とトップ10の高校リストですね、こちらまあご覧いただきたいと思います、はいはい。でこちらに関してはまず合格者は2833人で倍率 2.7 倍ですね、うん。でトップ10の高校を見ていただきますと、まあ、こちらも、まあ、うちの動画を見てくださっている方ならおなじみの顔ぶれかなという印象ですね。そうですね、はい。まあ、北野、東大寺、洛南等々ね、まあ、素晴らしい高校が並んでますよ、うん。そうですね、やっぱ関西にある屈指と進学校が並んでる印象ですね、うん。偏差値も先ほどの東大のとこと同じで、やっぱ70半ば、まあ、後半ぐらいないと厳しいかなという印象をあの持ちます、うん。はい。やっぱり京大に行くためには偏差値75は必要だよねっていうのがやっぱ一般常識かなっていうのがここから読み取れますね。ではあの合格者1から3名輩出する高校どうだったのかというところなんですが、まあ、こちらの表をご覧いただきますと、まあ、こちらも実は先ほどの東大の例とさほど変わっていなくてですね、東大よりも厳しいんじゃないのか。そうですね、結構厳しいですね、うん。ボリュームゾーンは60から69のところで、まあ、67% でその次に多いのが70以上ですね。でこれ2つ合わせてやっぱり 93% の割合でいうと、方がやっぱ偏差値60以上の、まあ、高校から来てるということなので、やっぱり厳しい現実があるかなという印象ですね、うん。はい。まあ、ただ一方で偏差値50から59にあの高校から通われたあの合格者の方も 7% いたり、あと49以下のところも1校いたりなどと、結構ここも、まあ、可能性はゼロではないということが分かりますね。なるほど、はい。では具体的に、まあ、下克上のトップ3について見ていきたいんですけれども、まずナンバー3、これは、まあ、会津学法高校ですね。おお、さっきの。そうですね、なんかすごい学校なんじゃないここ。そうですね、ここなんか実は影のすごいスーパー、ね、高校かもしれないです、うん。はい、やっぱ先ほどのやっぱ地理的な側面もあって、うん、まあ、秀才っていうのが集まりやすいのかなっていう、ね、はい、印象を持ちますね。続いて2番なんですが、宮崎第一高校という宮崎にある高校ですね、うんうんうん。これはまあ偏差値51の高校で京大合格者数は3人になっています。そう、ね、はい、結構高いですね。で気になる1位なんですが、これは市立川崎高校で、これ神奈川県にある高校ですね。でこちらの偏差値は44で、京大合格者数としては1になっています。はい。じゃあこのナンバーワンの市立川崎高校ですね、どんな高校なのかちょっとコメントを共有させていただきますと、やっぱちょっと厳しいコメントがたくさんあって、まあ、自称進学校かな、自称進学校、はい、だったりとか、まあ、ここは私立かと思わされるような校則の厳しさなどと、まあ、荒れてはいないんですけれども、ちょっとがっちり管理されているのかなと。なるほどね。結構学校に管理されまくってる印象をちょっと持ちました。うん、はい。なるほど。で今回じゃあこの下克上できた理由についても話をしていきたいんですが、まあ、先ほど言った地理的な理由っていうのがあるのと、今回に関しては尋常でない努力プラス勉強に目覚めたっていうのがあるんじゃないかなと思いました。っていうのも理由としては、この市立川崎高校のこの立地ってすごいいいんですね、はい。神奈川県の、 あの川崎にあって、あの最寄り駅から徒歩で10分っていうと、やっぱ通学できないっていう影響を受けづらいのかなっていうのと、うん、やっぱりその他に高校受験の時点で実力があってば、他により偏差値の高い、はい、そういった高校に進学できるっていう、そういった環境面を踏まえると、うん、あの大学受験で高校に入ってから頑張ろうっていうに目覚めたっていう可能性が高いんじゃないかなと、ここは本当の真の下克上なんじゃないかなと僕は思いましたね。なるほど、はい。まあね、これはいろいろありますね。なので、はい、まあいろいろね、今日見てデータ、まあ、参考になると思うんですけど、はい、まあ、私立に関してはね、先ほど田村さんが言ったような地理的な面だけではなくて、うん、その公立受験に失敗してしまったケースっていうのもあるわけですね。なるほど、はい。公立の高校を受ける日に例えば、はい、まあ、極端に言えば体調が悪かったとか、うん、うん、急病になってしまったとか、なるほど、うん、あとは、まあ、例えば入院してしまったとか、はいはいはい、うん、そういうこともありえますので、やっぱそういう、うん、まあ、本当は実力あるんだけど致し方なくとか、うん、あとやっぱりこう、まあ、受験戦略をね、うん、あの優秀な子でも受験戦略を立ててないで高校受験する子もいるんですよ。そうなるとね、やっぱ公立まさかこけると思わなかったとか、うん、そういうことで、まあ、入試を受け直して、3月入試っていうのかな、あ、そういうところでちょっと偏差値低いところに進学されなかったってケースもありえますね。なるほど。ただ、まあ、市立川崎に関してはこれ
これはまあ公立高校ですから、はい、まあそうですね、ここ受けたくて受けている可能性が比較的高いかもしれません、うん、ただ、はい、これもね、いろいろなんですよね。高校受験にはですね、魔法がありまして。魔法ですか。はい、内申点ですね、はい、例えば中学時代不登校で内申点をひどくつけられてしまった生徒さんが、うん、致し方なく、学力は比較的高いんだけれども致し方なく実力以下の高校に進学するケース、うん、正直あるかないかで言われたらありますね。なるほど。なのでこういうこともありますので、まあ、単純に、ね、この高校が素晴らしくて逆転合格なのか、ご本人が、ね、頑張ってやったのか、もともとするかったんだけど理由があってそういう高校に通っていたのか分かりません、はい、うん、僕らは分かりません。だけどでもですよ、皆さん希望はありませんか。こういう高校からでもですね、東大や京大に受かっている人がいるわけですよ。そうですね。で今回は、まあ、データがね、東大京大が取りやすいんでやりましたけど、例えば旧帝とか早慶で見れば、うん、もうちょっと多分幅は広いわけですよ。てか、まあ、早慶に関しては前もやりましたね、動画ね、はい、そうですね。なのでそういうことをやっぱ踏まえれば、やっぱりね、しっかりとね、高1とか高2のね、早い段階から勉強すれば逆転がね、不可能というわけではありませんから、ぜひね、頑張って努力していただきたいなというふうに思います、はい、逆にね、進学校に通っている人たちはね、そうやって追い上げてくる子たちもいるわけですから、まあ、油断せずね、しっかりと勉強していきましょう、うん、というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日の教えコーナーです。はい、新高1です。偏差値50後半の高校に通っています。今から全力で勉強頑張れば東大を目指すことは可能でしょうか。自分の高校からは東大合格者っていうのは過去一度も出たことがなく、東大を目指していることが周りにバレたら笑われそうで怖いです。はい、ですもんですね。まさに、この、パーセンテージで言うとですね、はい、まあ、非常にパーセンテージで言うと低いということになりますよね。そうですね。ただいないわけじゃないんですよ、うん、偏差値、要はあのね、やっぱ高校での偏差値50ってとてもとても大きな壁なんですよ、はいはい、これなんでかというと日本の大学進学率が 50% ちょっとなわけですね。そうですね、うん、つまり半分ぐらいの人はいわゆる大学に行く、はいはい、半分ぐらいは行かないっていうのが今なんですよ、うん、はいはい、うん、ということは偏差値50ってまあほぼ真ん中なわけですから。そうですね。偏差値50を超えているところっていうのはもちろん全員が進学するわけじゃないけれども、まあ、ボーダーフリーに行っちゃう人もいるし専門学校行く人もいるけれども、ある程度受験できる可能性というのが大いに残されている人たちなんですよ、はいはいはい、でこれが50切ってくるとあまり進学じゃないって感じになってくるわけですね、うん、確かに。でここの差というのがとてもでかいんですよ。なるほど、うん、なので50後半であればさっきのデータで言えばね、その、まあ、1から3名の中の 8% に入っているわけなので、その環境的に例えば学校の授業をしっかりやっていれば受かるかとかで言うとはっきり言ってとても厳しいです、うん、はい、だけど今新高1なんで丸々3年とは言わないけどほぼ3年あるわけですから、しっかりと勉強していただければ東大の、まあ、理3以外であれば受かる可能性というのは僕は あると思いますね、うん、ただ実際は結構厳しくて、要は高1の今から本当に全力で3年間やり続けられる人ってパーセンテージめちゃくちゃ少ないじゃないですか。そうですね。だから受からないんですよね、はい、なるほど、うん、要は例えば偏差値50後半の子がね、受験勉強頑張んないかっていうと、まあ、確かに頑張んない人もいるかもしれないけど、やっぱり一部すげえ頑張る子はいるんですよ、はいはい、だけどやっぱりスタートが高校3年生の夏だったりとか、うん、高3になってからだったりするから、もうどうしようもなく物理的に間に合わないんですよね、はいはい、だからそれがないようにもうとにかく今からやるってことを考えれば可能性はあると思います、はい、うん、ただ1個だけ注意点としてはやっぱり東大という観点で言うと、まあ、文系か理系か分からないんですけど絶対に数学が必要なんですよ。そうですね、うん、でやっぱ英語とかあとはまあ理科とか社会、まあ、国語もそうかもしれません、まあ、努力によって、高校3年間本当に死ぬほどやればねある程度挽回できる可能性が高いんですけど、はいはい、数学あと場合によっては物理だけはですね、うん、どうしようもない可能性があるんですよね。なるほど。要はその中学の時もずっと数学が足引っ張ってましたと、うん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 、比較的ちょっと気持ちちょっと苦手かなぐらいだったらいいんですけど、うん、本当に足引っ張ってて英語と国語でどうにかやってきましたみたいな人の場合高校数学がきつい可能性が大いにあるので、はいはい、そこだけそこに引っかかっちゃうとちょっときついかもしれないですね。なるほど、はい、ただぜひねとにかくまず頑張って損はないですから。そうですね。頑張っていただきたいなと思います、はいはい、というわけで本日の話は以上です。